はい、トムでーす。今日は海上自衛隊の食事のメニューについてお話しするね。その前にね、僕毎日一つは雑学の方をね投稿してますので、たくさんの雑学に埋もれる前に保存ボタンを押しといてね。実は海上自衛隊では毎週金曜日はカレーになってるんですよ。で、これね、知ってるよなんていう人いるかもしれないですけどね。まあ、食材をね、無駄にしないために、金曜日にね、食材を全部使ってカレーにするとか、そういうのは聞いたことあるかもしれないけど、実はさらに、海上自衛隊ってさ、海の中にいるわけじゃない。まあ、海の中で潜水艦であったりとかさ、まあ、船の上であったりって、景色がさ、もうだだっ広くてさ、曜日感覚とかを失っちゃうのよ。その、曜日感覚とかを失わないために、金曜日をカレーにしてるんですね。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。